眼科医の平松です。今日はいきなり目の奥が痛くなるっていう症状、網膜片頭痛についてお話しようと思います。でですね、この網膜片頭痛って言い方自体は、論文から引っ張ってきた言い方なんですけれども、あんまり正確に病名をつけないことも多いです。これ目の奥の痛みで気にしなくていいですよって言われるし、私も言うことが一般的なんですけど、これをある程度、研究というか一つの論文として出てるところもあるので、ちょっとそれをご紹介しようと思います。網膜片頭痛っていうのは、可逆性って言ってですね、ずーっと痛いわけじゃなくて、治るってことです。だいたい5分から60分間続いて、で、バーッと広がってくると。でもって、片方じゃなくて、どちらかというと両方にですね、目の奥が痛い感じになってくるのを網膜片頭痛というと。で、これ治療法あるかっていうと、今、ないです。これをすれば良くなるっていうのはあんまりないので、これに効くかなって言っていろいろ処方されることもあると思いますけど、現状、決まった治療はないと思います。で、近いもの、ちょっと似ているものとしては、パリノプシアっていうのもあります。で、これはまた別の動画で紹介してますけれども、こんな感じで目の症状で、ちょっと変わってる症状っていうのがあるんですね。で、あんまり知られてないもんですから、眼科に行くと、そんな気のせいだよとかって言われることが多いので、ちょっと知っていただければと思います。